GPS 始めました。62回目は7番のグリーン、カラーの内側を回ります。ご覧のように3個を囲まれているので、結構厳しい条件です。なんか、グリーンが虫の背中のように見えますね。芝にとっても、条件が厳しい場所なんですよね。では、フィックスするまで待ちます。フィックスしました。では、回ります。ちょっと、小さくなってるようですが、無事に記録できました。面積を出します。いつものように、GPX ファイルを QGIS に放り込みます。線をポリゴンに変換します。ポリゴンの属性テーブルを開きます。編集モードの切り替えから、フィールド計算機を開きます。新規フィールドに名前を付けて、フィールドの型をテキストにします。テキストにすると、精度は使えませんので、そのまま、ドルエリアをダブルクリックで完了です。次に、面積のフィールドをクリックして、小数点以下を調整して、最後に平米と入力します。属性テーブルを保存して、閉じます。ポリゴンのレイヤーを右クリックして、ラベルを表示、を選択して、右側の、レイヤースタイルのラベルを選択。値のプルダウンを開いて、面積を選択すると、先ほどの面積がポリゴンに表示されます。ご視聴ありがとうございました。